球を包む愛、人類の試練と地球神の導き、大川隆法第3章、光を選び取れ。2、救世主が生まれる時代とは、地球の人口が急増する時代に待ち受ける大きな試練、特に今現在、進行形の課題としては、中国発のコロナウイルス感染による肺炎及び肺炎による死亡等が世界中に広がっていて、WHO 世界保健機関がパンデミックと言いますか、大流行、止められないぐらいの世界的な広がりを見せているというような判断をしておりますし、新聞あるいは週刊誌等にも世界大恐慌が来るのではないかというような、そういう予想も当然出てはおります。いずれにしても目先のことを考える限り、そんなにウェルカムなことではないのは間違いないことですけれども、長い意味で人類史に今何かの警告が降りているのではないかということを読み取るのも知恵の一つではないかと思います。20世紀の初め頃にはまだ世界の人口は非常に少なかったと思います。10億や20億、そんなものだったと思います。私が講演を始めた頃にはまだ世界50億ということを言ったり、52億と言ったりして、そのうち60億と言ったりもしていましたが、今もう80億に近づいています。ただ無制限にこの地球上に一直線に100億まで人口が増え続けるとはやはり思っていないので、それまでの間に何か大きな試練が来るであろうということは想定はしておりました。それから誤解をされてはいけないと思うことがあります。日本人だけはちょっと楽天的に、救世主が生まれるのなら世の中がめでたく良くなるのだろうと思っているでしょうけれども、西洋社会の常識では救世主が生まれる時代というのは、この世では大変な事態が起きている、そういう世も末と思うような事態の時にしか生まれていないというのが大体の考え方です。国ごと滅びるとか、あるいはもう文明が終わるかというような、そういう事態、もうどうしようもない、人々が絶望しているような事態の時にしか生まれないというふうに言われております。日本人は救世主が生まれたと聞くと、ああよかったですねという感じなのですが、諸外国では救世主が生まれた、いや認めたくない、なんでですか、信仰心はないんですか、いやそれを認めるということは世の中には大変なことが今迫っているということを意味するのだというのが彼らの常識であるのです。それがどの程度まで起きるかは、これから皆さんが見ることになると思います。中国発コロナウイルス感染であることを忘れないでほしい。公式な発表ではおそらく新型のコロナウイルスの感染者は10万人を超えており、さらにもう亡くなった方は5000人を超えていると言われています。説法辞典、ただこれは役所とかが掴んでいる、病院などで把握している数字であり、そうした
検査とか入院とかができなかった人たち、あるいは他のものと一緒にされてしまったような人たちもいますので、実際の数字は大きく違うものになっていると思います。私が例示として聞いているものとしては、天文学的な数字になるだろうということを聞いていますので、十数万人が感染したとか5000人超の死者が出たというのは、まだ天文学的という言葉には当たっていないのではないかというふうに思うのです。2週間かそのあたり休校したり店を閉めたり、コンサートとか集会をやめたりすれば、それで収まるようなものではおそらくなかろうというふうに思っています。結構世界中に広がり始めて、だんだんに初期の頃のことを忘れて、みんな世界に蔓延しているものだと感じるようになってきております。だけれども、私の本にも書いてありますように、中国発コロナウイルス感染なのです。中国発新型コロナウイルス感染レーサー、幸福の科学出版館参照、ここを忘れないようにしていただきたいと思います。中国の報道官などは、もう最近もう言い方をくるっと変え始めて、日本発の日本語変質して新たに広がっているコロナウイルスみたいな言い方をちょっとしたりして、日本発のウイルスになりかかったりしていることもあります。そういうのがあるかと思えば、つい1日前ぐらいにはアメリカの上の方の方の発言に反発する形だと思いますけれども、米軍が中国の武漢に何らかのウイルス攻撃をしたのではないかというようなことを報道官が言い始めています。これはさすがだなとは思いますが、中国がいつもやることです。今回首相に何か認めて、けなげに中国が申し訳ないことをしたみたいなことを最初は言っていたのですけれども、世界中に広がるともうだんだんわからなくなってき始め、世界地図が全部真っ赤になってきています。そうすると、米軍がもしかしたらそういう生物兵器で攻撃したのではないかというようなことを言って、自分たちの責任と言われないように持っていこうとするロジックを持っていますので、ちょっと驚きですけれども、長く続くとわからなくなることもあるかと思っています。ただ私の見るところでは、中国の武漢にあるウイルス等を使った生物兵器研究所のウイルスが何らかの形で出たものだと推定しております。これが私の本で出て、他のところでも引用されてきていますので、それで躍起になってアメリカが仕掛けたかもしれないとか言い始めているのではないかと思います。そういう意味で、姿の見えない幸福の科学がある意味で裏から影響を与えているということかもしれませんけれども、この辺のところはどうか感情に流されずに、じっとしっかりと見た方がいいと思います。これは中国人をヘイト、憎悪しろという意味ではありません。よろしくないのは中国の政治体制で、その中に問題があるということを述べているわけです。情報を隠蔽し操作するということを国の方でやりすぎるし、報道機関は全部国営ですので、いくらでも
操作できる、数字は操作できるし、隠蔽できるというようなことに慣れています。ただ、世界規模に影響を及ぼしたときに、そんなものでは済まないのだということだと思うのです。今後、そういうふうな言い方で、外国がこれを仕掛けたとか、いろいろ言うかもしれないし、日本が実は発信したのだなどと言われ始めると、もうちょっと困るなと思うのです。それをおっしゃるなら、武漢のウイルス研究所に WHO が入って、マスコミのカメラの前でちゃんと調査を公開してやるべきだと思います。それをさせないなら言う資格はないと思います。少なくとも最初、武漢中心に広がって、かっこ人口千数百万のところを閉鎖したのは、間違いなく中国の北京政府ですので、本当は何らかの大きな事故があったことを知っていて、それを隠蔽していた、そして収まるだろうと思っていたら、予想外に広がってしまって、隠せなくなって、とうとう対策をし始めた、というこのプロセスは知っておいた方がいいと思います。これは中国の人たちが悪いと言っているわけではありません。彼らを今抑え込んでいる支配体制の中に間違いがあるのではないか、ということを言っているわけで、もうちょっと真実を国民に知らせ、海外の人にも影響を及ぼしているなら、その辺をはっきりとさせるべきだということだと思います。無神論、唯物論の遺伝子、共産党ウイルス対新興の免疫抗体、日本などは湖北省からの人は入れないとかいうようなことはやっていたけれども、後の中国のところからは自由に来られるようにはなっていましたので、中国と韓国とが日本人が中国や韓国に来るのを禁止するなどという措置を出して、慌ててこれは何か逆になってきたというようなことで少し厳しくなってきたようです。1100万人ぐらいいた武漢市を閉鎖したときに、武漢市の人口はもうすでに500万人ぐらいになっていて、600万人ぐらいはそこからもう逃げ出し、中国全国に逃げているのです。他のところから日本には入れるからということで、日本を経由して他の国に移動するということをだいぶされたので、それで世界中に広がったところはあります。その意味で日本の政府の対応は残念ながら遅きに失しており、やはり経済的な利益が真っ先に念頭にあったと言わざるを得ないと思います。経験のないことであるから、多少仕方がないと思う面もあるけれども、お人よしであってはならないのではないかと思います。私の方としては、おそらくはこんなもので、2週間ぐらいいろいろなものが止まったぐらいで収束はしない、もうちょっと行くだろうと思っています。ただ、これは東海が打ち出している通り、実は無神論、唯物論の遺伝子、共産党ウイルス対新興の免疫抗体との戦いでもあるのだということを知っていただきたいと思うのです。無神論、唯物論的なものの考え方が世界を席巻して世界を制覇されるということは大変なことなのです。イタリアみたいなバチカンがあるようなところでもものすごい数で今増えています。ローマ教皇が中国でやっている
キリスト教徒を信仰のもとに導くことができないで、中国の政治力に屈したこともあるし、さらには一帯一路戦略で中国の経済を頼りにして大きく門戸を開いたことが、ああいうふうに人数が数多く広がった現象になっていると思います。韓国などもやはり中国依存をだいぶやっていたのが大きく響いているだろうというふうに思います。かっこコロナ禍はまだしばらく続きます。ですから私たちの考え方といたしましては、今までの一本調子な形でのことはできませんので、もう一度ゼロベースで全てのものをやり直すぐらいの気概が必要だということだと思います。東日本大震災みたいなものも起きました。その時にはもうどうにもならないと思ったけれども、歳月が過ぎて少しずつ少しずつみんなも立ち上がって、東北の方もベンチャー企業なども出てき始めています。広島に原爆が落ちた時も、もう終わりのように思えたけれども、また見事に再建されています。阪神・淡路大震災の時の神戸は、もう終わったと思われましたけれども、見事に全部立ち直っています。だからそういう被害を受けることもある、理不尽に見えることもあるけれども、それからさらに復興して強くなってくるものもあるということです。